あ、もう撮影始まってますよ。え、待って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 、どうも、トモハッピーでーす。はい、今日はですね、オリパ弾き語りいっちゃいます。バトロコさんの1万円オリパ、こちらね、本日が2回目。前回はね、まあ、微妙な結果だったんで、一応当たり一覧に載ってる毒の濁流2本ホイール出たんですけど、微妙な結果なんで、今回はね、大当たり狙って剥いていきたいと思います。いや、なんかね、こうちょっとね、こう触り心地でなんか分かんないかなとか思うけど、梱包材がね、思う裏に入ってたんで、そんなんで分かるわけはないですよね。お客さん手に取って選べるくじで、オリパでそんなの分かったらしょうもないんで、今回なんか多いな。あれ、前回3枚入りで表裏梱包材だった気もしなくもない。あ、違うか、5枚入りだった。5枚入りで毒の濁流ホイールと、あと戦乱のゼンリカの裏が入ったんだ。いきます。ドドン。え、来ちゃった、まさかのスカルディングターン。沸騰する証拠、青赤のウェッジランド、超有料レア出ちゃいました。はい、トーントーン。お、オーランバイパー懐かしい。トン。え、スカルディングターン一強のパックでしたね、いわゆるね。オーランバイパーがちょっといいかもみたいな。さあ、何語っていこうかな。これはね、今回避けたい。値段はいいと思うんだけど、結構当たりなカードだと思うんだけど、いいね、このオリパー向き語り感ありますね。選んでカード紹介していくっていう。まあね、かまどの精霊とかもちょっと結構いいけどな。自分呪言持つ、特に語ることはあんまりない、思い出ない。はい、不死の典型、まああんまり使われたのは見たことない。はい、これもね、まあリミテッドカードですよね。気まぐれの薬術師、これただリミテッドですごい強いって感じで、リミテッドだとね、除去が思うような枚数ないんでいい感じなんですけど、ってことはこれか。オーランのバイパー、オーランのバイパー語ってみます。はい、オーランバイパー、オーランのバイパー、日本語名もね、英語名もカードによってはそんなに変わんないんですけど、はい、緑1の計3マナで、はい、これね、ヘビクリーチャーなんですけど、面白いのが氷雪クリーチャー、ヘビっていうね、まあ、普通のクリーチャーと何が違うのって言ったら、まあ、氷雪っていう、ね、その氷が、氷雪って書いて氷雪、まあ、氷雪っていうタイプのカードを参照するカードが、これはコールドスナップっていうね、セットのカードなんですけど、もともとこれは再6番、多分統率者系の再6番で、多分2007年とか8年ぐらいに発売されたコールドスナップっていうね、遅れてやってきたアイスエイジブロック第3のエキスパンションあったんですけど、氷雪基本土地が有名なんですけどね、あとは暗黒の神父ダークデプスが有名なんですけど、まあそんな氷雪カードの1種類で、まあ、そんなにこのカードに関してはそんなに考えなくていいかなっていう感じなんですけど、構築戦においてはね。はい、で、まあ、ヘビのクリーチャーで、オーランバイパーがね、戦闘ダメージをクリーチャーに与えたとき、そのクリーチャーを破壊するっていう、まあ、今これね、摂氏っていうキーワード能力にまとまってるんで、で、このオーランバイパーが戦闘ダメージをプレイヤーに与えたとき、あなたはカードを1枚引くっていうね、この手のカードはね、昔から青に多くて、古くはね、知恵のヘビっていうカードがありました。知恵のヘビ。オーランバイパーと同じ3マナ13で戦闘ダメージをね、プレイヤーに与えるとき、それを与えない代わりにカードを引いてもいいっていうね、この手のカードはね、知恵蛇知恵蛇って言われたり、あるいは、4マナになってその知恵の蛇に飛行がついて、かつダメージも与えながらカードが引けるっていうね、泥棒かささぎっていうカードがウルザーズディスティニーにあったんですよね。で、オーランのバイパーね、そいつらがかなり強くなったバージョンで、何が強いかと、まず摂氏がついてるの単純に強いですよね。3マナ1、3でアタック通ると1枚引けるよって、戦闘ダメージ限定なんですけど、1枚引けるよっていう効果が、まあもともとね、そのフェアなカードデザインとしてあって、そこに摂氏がついちゃうっていう、4マナ6、6でもね、5マナ8、8でも何でも相打てちゃうっていうね。だから序盤から後半まで、序盤はもちろんアタック通るとドローできちゃうプレッシャーとして、後半はね、どんな巨大生物も相打てる、ナイスブロッカーとしても活躍するっていう、まあ、本当に非常に摂氏がついてることによって強力になってるね、カードデザインで。で、緑なのがいいんですよね。緑だと何がいいかっていうと、1ターン目にね、マナクリーチャー極楽鳥とか
ラノワールのエルフとか、あるいは緑 X のね、緑の太陽の頂点っていうカードから、土地でもクリーチャーでもあるドライアドのアズマヤっていうねカードを呼び出して、とにかく緑の3マナっていうのは2ターン目に出しやすいんですよね、他の色に比べて。なもんで、そういう意味でもね、早く出しやすいっていう意味でもこのオーランの場合は非常に強力です。まあ実際それでどうなの、モダンとかレガシーで使われてんのっていうと、まあ現在はあんまり使われてなくて、結局それでも稲妻射程圏内だよねっていう、1マナ3点の火力でやられちゃうよねっていうところがまあ弱点で、低コストの除去が飛び交ってないメタゲームだったらまたありえるのかなっていう感じ。あと、集合した中隊コレクテッドカンパニーからめくれても強いから、今後可能性はねまたあるんじゃないかなと個人的には思うカードで、なんかオリパの外れ枠っぽく出てきた割にはいいカード出たなって感じです。そんな感じですね。僕も結構スタンダードにこいつあった当時は、自分のね、自分作のシーストンピーっていうデッキがあったんですけど、それに一時期ね入れてエルフとかね極楽鳥から、はい、2ターン目召喚してました。まあなかなかないよな、緑で追加ドローできるクリーチャーって。一時期ね2000、3000したこともあったような気がするな。はい、という感じで今日のねオーリパー当たりだったんでしょうか、はたまた外れだったんでしょうか、参考価格聞いていきたいと思います。お願いします。まず、はい、まぐれな薬術師、こちらが、50円チーンで、富士の典型、はい、こちらはもう1枚50円、はい、まあレアのね、絶版レアの最低価格とも言える参考価格ですよね、要はね、はい、50円。で、次、玉の精霊、はい、こちらは50円、はい、いいな、値段の勉強になるな。これ気になるんだよ、個人的にオーランバイパーいくらだったのかっていう気になる。ちょっとスカルディングターンから行っちゃってよ、もうこれそっちですか、こっちから行っちゃってよ、そっちから行きます、オーランバイパーの値段の方が楽しい。これだってもう6000円とか7000円なんでしょみたいな、まあ安かったら5000円ぐらいかもしれないけど、この辺はまだね高いんで、ある程度少しは頭に入ってるんですけど、はい、じゃあ沸騰する証拠いきます。はい、英語版ですね、こちらの値段が1万3000円です。えっ、だってもう6000円とか7000円なんでしょみたいな、まあ安かったら5000円ぐらいかもしれないけど、この辺はまだね高いんで、ある程度少しは頭に入ってるんですけど、はい、1万3000円です。いやいや、フォイルでしょ、それ。フォイルこれ、いや、1万3000円です。マジで倍です。高っ、1万3000円。え、その価格のグラフみたいのある、最近さ、最近で上がったのかな、おそらくなんですけど、はい、モダンで強い、うん、あのフェニックスですね、が、青、はいはいはい、青赤ラウンドもちろん持ってこれる、島持ってこれる、山持ってこれる、確かにモダンで一番使われてるデッキ、青赤フェニックス、まあ当然4枚入るもんね、しかもあんだけの人数使ってて、新しくそのデッキを集める人もいるから、まあそういうことか、じわじわって、ちょっと待って、ちょっと待って一つだけ言わして、これ前回毒の濁流日本語フォイル8000円、これ当たり一覧にあったんですよね、当たり一覧にあった、今回その当たり一覧にすら載ってないから8000円より安いんじゃないのっていうのが普通なんだけど、え、シークレットあたり、これこそバックガードバトロコーリパの真骨頂みたいな感じで、これぞ真骨頂みたいな感じで、まあ、裏の当たりの可能性か、うん、入れた当時は、あ、最近急速に値上がって入れた瞬間はそこまで当たりじゃなかった。だって俺2週間か3週間前に6室円みたいな会話聞いたことある気がするんだけどね、まあ、急騰中なのかもしれないね。はい、なんかね1ヶ月前の参考価格でもまあ9000円ぐらいっていう感じらしいんで、まあ、1ヶ月前から確か1ヶ月で4000円も値上がって、まあ、30% ぐらい値上がってっていうのはかなりの値上がりなんですけど、僕の情報はそれを差し引いても古すぎたようです。はい、まあでもね、なんでかって言うとオリパ的に勝ってるからいいよね。はい、オーランバイパーおいくらだったんですか。オーランバイパーは50円です。はい、どうもトーハッピーでした。ご視聴ありがとうございました。